星と新逃げ道はありません。はっはっはっ。風の歌、雲の行くごと。風を知れ、せい、ふっ。風の行く先を、そこだ。裁きの怒り。はっ。風の赴くままに。風を知れ、そこだ。風の行く先を、はっ。もみじは散らまく惜しみ。風の赴くままに。それ、そこだ。燃えろ。奔走の極意。うんと。へい。見切りました。マイはっ。全力攻撃だ。風向き
せい、そこだ。稲光、すなわち永遠なり。ふっ、裁きの意図。カンじゃなくてパパと呼びなさい。商店、ご満足いただけるよう最善を尽くしますよ。手のごとく、うん。よ。捕まらないぞ。星とし。無事今日の依頼。Thank you。
遁走のご…捕まらないぞ。逃げ道はあります。風の歌、雲の行くごと、分身の術を食らえ。裁きの雷、みんなは俺が守れ。いやいや、無我の境地。セーフ、セーフ、セーフ、セーフ。はっ、そこ雲が借りなく時、セーフ。全力攻撃だ。くらえ。見切りました。マイ、セー。裁きの雷。いやいや、ここより弱滅の時。ヒュッ、セー。見切りました。風の歌、雲の行くごと、はっ、ふっ。みんなは俺が守れ。燃えろ。ドドーン、行くぞ。よし、うっ。稲光、すなわち永遠なり。遁走の極、もみちばを散らまく惜しみ、風を知れ。はっ、せえ。ドドン。風の行く先を雲なく借りなくと、全力攻撃だ。出てこい。風の赴くままに、無我の境地。ふっ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 。風の歌、
雲の行くごと風を知れ舞い。そこだ。ダダみんなは俺が守れ。背が伸びるんだ。風向きにした。裁きの怒り。行こう。それ。はっ。くもなく。借りなく時。くらえ。さらば。風の行く先を。ドドーン。風の向か雲の行くごと。ここより弱滅の時。テッタッテッタッテッ。逃げ道はあります。全力攻撃。風の赴くままに舞い。そこだ。燃えろ。裁きの雷槌。もみ違え。散らまく惜しみ。風を知れ。はっ。せえ。ドドン。マイ。そこだ。風の中。雲の行くごと。みんなは俺が守れ。くらえ。せい。稲光。すなわち永遠なり。はっ、ふっ、せっ、ふっ。くもがく、借りなく時。風の赴くままに。出てこい。行くぞ。逃げ道はありません。無我の境地。たっ。
うららかな日和です。どこかへ行きませんか？行くごと。はっ、そこだ。その程度か。礼をわきまえる虫けらが。風よ。と、早く。ガンウォー帝君のために。増刊化粧。それ、はっ、はっ。もみちろ、散らまく惜しみ。風よ。先よ。はっ、風の雲の行くごと。いざ。属性をミオラさん。
へと前へ。風の赴くままに舞い。妊娠の術。この仕事は排除するべきですね。風よ、星とし無事きょ、
お待ちを。お二方はもしやかの有名な旅人さんとパイモンさんでは？うん、そうだけど、お前は誰なんだ？私はウィカス、学院祭企画委員会のメンバーです。お二方は学院祭をご存知でしょうか？そうそう、オイラたちそれでここに来たんだ。おお、どうやら我々の宣伝もなかなかの効果だったようですね。学院祭に興味がおありなようでしたら、私から簡単に説明しても？学院祭というのは教令院によって開催される賑やかな祭典で、極めて長い歴史を有します。具体的に説明しますと、毎年開催される学院フェスでは6つの学派がシティ内にブースを出展し、お客さんたちをもてなします。対して4年に一度の学院トーナメントでは、6つの学派から1人ずつ代表が選出され、チャンピオンの座を競います。今年は学院フェスと学院トーナメントが同時に開催されるものですから。なるほどな。詳しく教え。いえ、当然のことをしたまでです。学院祭に関する質問に答え。はい、我々にとって今年の学院、実はクラクサナリデビ様は賢者たちと共にある計画をお立てになりました。今日ですから、今回の学院祭では砂漠に住む民を数多く招き、お噂ではお二方は雨林においても砂漠においても非常に名声がお高いとか、もしもお二方が学院祭に、特に学院トーナメントに参加してくだされば、きっとより多くの人々。そうだぞ。それともまさかどっかの学派に入れっていうつもりか？でもご安心ください。学院トーナメントの参加者はすでに決定済みですので、お二方には特別評論員としてそれぞれの試合を観察し記録していただきたいのです。プレッシャーに感じていただく必要はありません。試合とこたびの学院祭を楽しんでいただければそれでいいのです。ある程度は聞いた感じ良さそうだけど、お前はどう思う？後ほど学院祭の会場で司会者がそれぞれの参加者を詳しく紹介する予定ですよ。中にはあなた方のお知り合いもいるかもしれません。ま、これは後のお楽しみ。どうです、この依頼を引き受けてくだす。学院祭を楽しめる上に報酬までもらえるなんて。学院祭のメイン会場はレグザー町付近の郊外にありまして、司会はカリーナ。もうそろそろ学院トーナメントが始まる時間です。他に何かご用でも。ずいぶん待ってたのよ。すごいな。はびこりなさい。そもそも神の目ってどんな物質で構成されてるの？
皆さん、学院祭の会場へようこそ。これからお見せするのは本トーナメントの商品です。莫大な賞金、プロジェクトのリソース、七星召喚の限定カード、そして彩色の冠をかぶる権利。あいつがヴィカスの言ってたカリーナだよな。今は忙しそうだから後で話しかけに行こうぜ。彩色の冠、実に完璧な芸術品だ。あれを見るといつもその美しさについ酔いしれてしまうわね。あれをかぶる資格のあるものはきっとえりすぐりの天才でしょう。すでに彩色の冠をご覧になっている方や、その伝説を耳にしたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょう。20年前、サーチェンさんという学者が大枚をはたいてこれを買い取り、教令院に寄贈してくださいました。そしてこたびの学院トーナメントにおける莫大な賞金も彼からの支援によるもの。大会を始める前に、今日ここにはいない彼へ感謝の意を私から伝えさせていただきます。全てが悪くなっている、全てが悪くなっていく、全てが悪くなるしかない。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。罪悪の種は初めから党に。おい、何ぼーっとしてるんだよ。さっきから呼びかけても返事がなかったけど、寝不足か？まさかまたオイラに隠れて夜更かししてたの？さて、皆さんも大会の開始を今か今かと待ちわびていらっしゃることでしょう。それではいよいよ待ちに待った6名の学院代表の登場です。正論派代表ティナリ。ソロン派代表セノ。メーロン派代表レイラ。シロン派代表ファルザン。妙論派代表カーベ。そして陰論派代表。おや、陰論派の代表はまだ到着していないのでしょうか。そんな風にやかましくて無意味な紹介はそこらでやめにした方がいい。代表がなんで来ました。最後の参加選手、陰論派代表カサッチ。あいつカサッチっていうのか。見覚えがあるな。え、あいつが誰なのか知ってるのか。外国の学者だって聞いたわよ。何でも陰論派に席を置いてて、時事問題の分析に関する論文をたくさん書いたらしいわ。でも陰論派の学者のほとんどは彼の言葉遣いが気に入らないみたい。それにいつも神出鬼没で、ほとんど他人との関わりもないしね。そういった物議は別として、彼の掲げた多くの論点は結構的を射てるよ。陰論派はここ数年人材が枯渇している。
何人かいる有名な人も今は教練員にいないから選ぶに選べなかったんだろうな。なんか変だよな。あいつってこんな大会に出るようなやつじゃなかったよな。今6名の参加者が出揃いました。試合も間もなく開始です。今回の学院トーナメントのチャンピオンに輝くのは一体誰になるのでしょうか。乞うご期待。こうしてみると学院トーナメントってオイラたちの知り合いがたくさんいるな。そうだ、オイラたちってもうすでに特別評論員なんだよな。みんなの参加理由後で挨拶がてら聞いてみようぜ。特にあいつだよな。ここにあいつがいるのはなんだか変な気がするぞ。試合の残酷さというものを先輩がお前たちに教えてやろう。私に明朗派を代表する資格なんか。君が入ればアルハイゼンの家から引っ越せる。あなたたちか。どうしてここに。オイラたち特別評論員をやってるんだ。試合の過程を記録する係なんだぜ。ほう、ならばわしが優勝する瞬間をしっかり収めてもらわんとな。下から上を映す角度で後ろ姿をクローズアップでたくさん撮るんじゃぞ。その方がより先輩さが増すからの。決めつけはよくありませんよ。優勝するのはこの僕です。わしと争おうなぞ100年早いわ。クシャレワーの小僧もルタワヒストのガキンチョもな。先ほどからお聞きしたかったんですが、ファルザン先輩は私をご存知なんですか。ん、覚えておらぬのか。時々夜の図書館で会うじゃろうが。お前から。えっ、全く記憶にありません。おかしな話じゃな。まあ今はそんなことに構っておる場合ではない。わしはチロン派の名高き大先輩ファルザンじゃ。お前はメイロン派のレイラで間違いないな。はい。うむ、これで正式に知り合ったと言えるじゃろう。ほれ、至極簡単なことじゃろ。わしはお前のように先輩を尊敬する子が大好きなんじゃ。どうじゃ、この際わしの研究チームに入らんか。ファルザン先輩、それは学派をまたいでのスカウト行為になるんじゃ。そんなことは分かっておる。じゃが近頃は本当に人員が見つからんのじゃ。研究経費にしたってあれっぽっちでは。ともかくわしが優勝すれば現状もきっと変わるじゃろ。もしかしてファルザンは研究経費を増やすために大会に参加したのか。それだけではないが。なんじゃ、
わしの参加理由が気になるのか。うむ、そういえばお前たちは特別評論員じゃったな。そん、今は入学したばかりの新入生が多い時期じゃが、奴らもきっとこたびの大会には目を向けておることじゃろ。そんな中でわしが優勝すれば、評判を聞いて駆けつけてくる学生も後を絶たなくなるはずじゃ。その上、優勝すれば学院内のプロジェクトリソースも得られる。研究経費についても一挙解決というわけじゃ。すまんな、我が後輩たちよ。こたびの優勝はこのわしがいただく。私も頑張ってチャンピオンを勝ち取るつもりだよ。少なくとも見苦しい負け方だけはしたくない。レイラは何で参加したんだ？なぜかすごくたくさんの人が私を推薦してくれたらしいの。応募してなんかないのに、目が覚めたら私すごく緊張してるんだ。みんなの後輩よ、緊張することはない。失敗とは成長の過程。でも先輩、私まずいな。みんなそんなまともな理由で参加してたのか。絶対に言わなくちゃダメか。お、絶対に言ってくれ。オイラたちがそのあれだ、わかるだろ。僕は不動産を買いたいんだ。あ、そっか、アルハイゼンのところから引っ越アルハイゼン、なんだそれ。なぜそこであいつの名前が。あ、そうだったな。おかしいな、オイラなぜか言い間違えちゃったぜ。つまりトーナメントの賞金で不動産を買いたいっていうのが理由なんだな。ああ、それからもう一つある。実はまだ僕が幼かった頃、父も学院トーナメントに参加したことがあるんだ。だが惜しくも優勝はできなかった。だから僕が優勝してあの冠をかぶれば、父の夢を代わりに叶えてあげられるかもしれない。その参加理由は悪くないな。良い心意気じゃ。まあこのわしがいる限り後輩が優勝できる確率は高くないが、仮にお前が彩色の冠をかぶることができたとすれば、お前の父親も。もうそれは叶わないのです。父は何年も前に亡くなっていて、砂漠へ旅行に行って運悪く流砂に。まさか後輩にそんな過去があったとはもう過ぎたことです。人は今を生きなければならない。さ、話を変え。うむ、よかろう。さっき賞金で不動産を買いたいと言っておったが、自分で住むようにか。というか今はどこに住んでおるんじゃ。それはちょっと変じゃな。さっきはアルハイゼンの名も聞こえたが、あやつはわしらチロン派の人間じゃろ。お前たち何かわしに隠しておる秘密でもあるのか。そんなことはありませんって、考えすぎですよ。おいらは何も知らないぞ。さてさて、他の参加者にインタビューしてくるぜ。あっ、賞金が入ればアルハイゼンの家から引っ越せる。気になっていたんですが、ファルザン先輩と前に難問に遭遇してさ、図書館で方法を考えていた時、ちょうど通りかかった先輩にいろいろ指図されたんだ。指図じゃと。指導と言え、指導と。ふん、正直クシャルワー学院の問題になど答えてやるつもりはなかったんじゃが、後輩の態度も悪くなかったからちょいとばかし具体的に話したまでの。わしは今はチロン派の学者じゃ。
今度からは言語と文字に関する問題を聞きに来るといい。はびこりなさい。サーチェンは陰論派の学者で、かつて教令院。痛くしちゃうかも。絶対にあの限定カードを手に入れてみせる。スネールシティもあんまり変わってないな。二人ともまた会ったね。ひひ、オイラたちも学院祭に遊びに来たぜ。しかも今は特別評論員をやってるところなんだ。へえ、特別評論員が写真機で試合の過程を記録してくれるとは聞いてたけど、まさか君たちだったなんてね。まだ休暇中だからこれだけは言わせてくれ。とても面白いと思わないか？こんな偶然もあるんだな。まさにちょうど、グーには必ず善があるような。そういえば、正論派の学院代表がティナリで、ソロン派の学院代表がセノみたいだけど、オイラの記憶が確かなら、お前たちってすでに卒業してないか？卒業してても大会に参加できるのかよ。やっぱりそういう反応になるよね。実を言うと、自分が学院代表に選ばれたって知った時は君たちよりも驚いたよ。後から知ったんだけど、教令院にいたことがある学者ならみんな参加資格があるらしい。卒業し、そんなルールがあったのかよ。もちろん制限がないわけじゃない。例えば賢者は参加禁止だし、大会に出られるのは一人一回だけだ。そう。それから学院代表の選出方法は二通りあるんだ。一つは自分での応募、もう一つは学院の半数以上の学者に。それならティナリはきっと二つ目の方法で選ばれたんだろ。数多くの学者が自分からティナリ先輩のために票を集めたと聞いた。そんな後輩たちにはもっと学問に集中するようバシッと喝を入れたいって時々思うけどね。もちろん断ってもいい。けど、よくよく考えてみたら、僕にとってもいい機会だと思ってね。来月、ガンダルバー村で生態学普及講座をやるんだ。学院トーナメントに参加すれば、大会の人気にあやかって、事前に優勝できるかどうかは、正直あんまり気にしてないよ。僕の大人。ああ。残りわずかな休暇を利用してな。商品に七星召喚の限定カードがあると聞いて応募した。今回のカードは本当に貴重なんだ。逃すには惜しい。もしかして一枚限定の超強力なカードとかなのか？いや、ごく普通のカードだが、カードの表面はキラキラとした銀色のエフェクトで覆われている。え、それって何か役に立つのか？すごくかっこいい。それ以外で何に役立つのかって聞いてるんだけど。理由なんかそれだけで十分だ。俺は全力でチャンピオンを勝ち取り。僕みたいにカードゲームをあまりやらない人にはわからないよね。みんなそれぞれの参加理由があるわけだから。だな。
聞きに行こうぜ。お前がスメールシティに来てくれるなんてな。アザールと彼の一派が失脚してからは教令院の雰囲気もだいぶ良くなったしね。最近は先生も忙しくって僕に説教する暇だから、最近はたまにスメールシティに来てるんだよ。ここは商業が発達してて、スメールシティもあんまり変わってないな。僕を見透かせるとでも思ったかよ。僕を見透かせるとでも思ったかい。お前はカサッチ。陰謀派にはその名前で登録してある。カサッチってどう考えてもあだ名だろ。名前に聞こえないぞ。いたって普通の名前だろ。何がいけないんだい。わかった。それじゃあカサッチ、お前はなんで学院トーナメントに参加したんだ？オイラたちは特別評論員なんだ。ちゃんと質問に答えてくれよな。質問に答える気はない。たとえマハマトラが来たって無駄だよ。って言ったらどうする？お前。今回の目的は誰にも言わないって人と約束しているとだけ言っておこう。まさか裏で何か企んでたりしないよな。さあね、僕が何をする気か当ててみてよ。なあ、もう頭きたぞ。もういい。じゃあ参加した理由じゃなくて他の質問をしてやる。お前一体なんで陰謀派に入ったんだよ。まったく、本当に根掘り葉掘り聞くのが好きだね。これ以上何も答えずにいたら、君たち陰謀派にたたらすな事件を研究している赤羽という学者がいると聞いてね。いくつか文章を書いて彼の観点に異論。その後暇だったから、ついでに稲妻の社会問題についても少し批評した。だけどよもや陰謀派のやつらに学友だと思われてしまうなんてね。挙句の果てにはどこまでも愚昧なやつらの独りよがりの思い込みさ。少し話せば解ける程度の誤解に過ぎなかった。それなのにこの件を知ったクラクサ・ナリテビが勝手に僕の陰謀派の学籍を手配したんだ。カサッチという名前でね。話はここまでだ。僕よりも他の人に目を向けた方がいい。もうじき誰かが不幸に見舞われる。さて、それは誰だろうね。お前、やっぱり全然気の抜けないやつだな。こいつ相手には警戒を解いちゃダメだぞ。しっかり見張っておこうぜ。カリーナの方は落ち着いたみたいだな。話を聞きに行こうぜ。僕を見透かせるとでも思ったかい。私にメーロン派を代表する資格。借金が入ればアルハイゼンの家から引っ越せる。話は聞いています。リカスが招待した特別評論員のお二人ですね。先ほどはお話が盛り上がっていたようですので、お邪魔しないようにと近くで待っていました。オイラたちもちょうどお前とは
それはよかった。では特別評論員の詳しく、まずこの2つをお受け取りください。1つ目は教令員特製の写真機です。これを使って試合の記録をお願いします。2つ目は試合専用のアラートデバイスで参加者の位置をマークしてくれるものです。参加者が試合の任務を完了した際も音で知らせてくれます。なんだかすごく便利そうな道具だな。あなた方以外にも評論員は2名います。ですが彼らは基本的に評論席の近くにいることになるので、それぞれの参加者の行動を記録する。そういえばお二人のことはあなた方もご存知のはずですね。アルハイ、おお、あいつらだったのか。後で挨拶に行っておくぜ。はい、私からは以上です。他にご質問はありますか？え、どうしてそのようなことを？そうなんですか？私は気がつきませんでしたけど、いつその方をご覧になりました？おかしいですね。あの時は私もずっと舞台上に。うんうん、オイラも見てないぜ。きっと見間違いでしょう。でももしまた新しい手がかりを手に入れたら、お気軽にご旅人、パイモン、久しぶりだな。ディシア、それにキャンディスも。お前たちも学院祭に来てたのか。ご友人のようですね。それでは私はここで失礼します。どうぞ学院祭をお楽しみください。教令員から招待状が届きまして、ディシアと一緒に見に来たんです。村の人たちからも外出を勧められて、彼らの行為を断れなくて。来たからにはそんな複雑なことは考えるなって。学院祭はお祭りとまではいかないが、スメールシティじゃみんな知ってる盛大な会なんだぜ。四方八方から商人がやってきて出店するんだ。食べるものから使うもの、着るものまで数えきれないほどな。前からあんたには何着か服を買ってやりたかったんだ。仕事とプライベートで同じ服を着てるやつがいるかっての。はい、私もとても楽しみです。こうして肩の力を抜いて辺りを散策で。旅人、パイモン、あんたらも一緒に来るか？ねえ、一緒に行きたいのは山々なんだけど、オイラたちまだ仕事が残ってるんだ。そいつは残念だ。時間が空いたら一緒に買い物にでも行こうぜ。うん。じゃあ私たちは先に行くぜ。いい服もいい生地も早いもん勝ちだからな。出遅れたら逃しちまう。おっと、それからアクセサリーもいくつか買わないとな。急がずゆっくり回った方がきっと楽しいですよ。ではお二人ともさようなら。一息ついたらいつでも会いに来てくださいね。まさかディシアとキャンディスも来てるなんてな。あいつらと一緒に遊ぶのが楽しみだぜ。あ、そろそろ試合が始まるみたいだ。アルハイゼンのところに行ってみようぜ。写真機を見て笑顔を保つ。優しい口調ではっきりした言葉遣いで注意する。このラウンドの勝者は誰になるだろうな。
ナルミエね。ふふ。全部丸見えね。これより規定に従い第一ラウンドの試合内容を説明する。実は先ほどの開幕式で強レインのスタッフたちがカゴいっぱいの蝶をいくつか放った。今や相当の数の蝶が詰める。それら蝶の中に3匹だけ特殊に飼育された迅速飛翔がいる。一般の蝶とは外見が異なり飛行速度も少しばかりは。本ラウンドの目標は迅速飛翔を捕まえ俺の元に持ってくること。蝶を見つけたのが早かったものからそれぞれ3ポイント、2ポイント、1ポイントを獲得できる。以上が第一ラウンドの試合内容だ。不明点については他のスタッフに聞いてほしい。アルハイゼンも相変わらず市場は一切弾まないって感じの仕事ぶりだな。っていうかどういう経緯であいつは特別評論員になったんだ。すっごく気になるぞ。この広いスメールシティで他のとは違うたった3匹の蝶々を見つけるなんてどう考えても不可能。迅速飛翔の習性が一般的な蝶と似たものなら。俺は先に行く。スメールシティをくまなく捜索するには結構な時間。え、もう行くのか。勝者とは常に勝利への道を歩むものだ。クシャレワーの後輩よ、わしに一つ計画がある。どうじゃ、わしと組まんか。一緒に組む。こういう難しい試合になるとみんなそれぞれの考えがある。こっからがオイラたちの出番だよな。まずはあいつらの反応を見てみようぜ。ん？おい見ろよ、あいつもオイラたちと同じように他の参加者を観察してないか。ふん。やっぱり油断できないやつだぜ。前にわしらが作ったものを覚えておるか。それってあやつらの出番じゃよ。神戸とファルザンは一体何を計画してるんだ。ああ、今ファルザン先輩と。またんか、ここは人目が多い。今はまだ秘密にしておいた方がいいじゃろ。安心せい、お前たちもじきに見られる。さあ行くぞ、他の奴らより先に動かなくてはな。よし、善は急げだ。今すぐ準備に取り掛かろう。じゃあまたな。うん、必要なのはこれくらいかな。何か問題はありそう。薬はほとんど持ってきてるよ。残りも買えると思う。コレイ、お前も来てたんだな。ティナリ、何かいい方法を思いついたか。たとえ変異体であっても生物の基本的習性が大きく変わることはないと判断したんだ。だからその習性を利用して迅速飛翔をおびき出そうとし、もちろん僕の推測が間違っている可能性もあるよ。変異というのは全く新しい可能性を意味するからね。詳しくは実験が終わった後にまた話すよ。今はコレイと実験に必要な薬剤を買いに行かないといけないんだ。また後でね。レイラ、思うように言ってないのか？うん、どうすればいいか
まだ全然思いつかないんだ。迅速飛鳥って何色なのか、こういった一番基礎的なことすら分かってない。今まで学んできた知識が全く役に立たなくて。君たち星を研究する者は有能なんだろ。占星術を使えばいいじゃないか。あなたはカサッチ選手？もしかして昼は占星術が使えないのかい？どうやらあまり役に立たない技術のようだ。ううん、昼だとしても占星術を使う方法はあるよ。じゃあどうして使わないんだ？アストローギスト・モノメギストス先輩が言ってたんだ。占星術で自分に属さない利益を過度に求める者はいずれ星空の祝福を失うことになるって。あ、これは学術刊行物で読んだの。私、モナ先輩の書き物が好きなんだ。考えすぎだよ。力なんてものは道具に過ぎない。君には冠をかぶる決意がないようだね。その甘い考えのままでせいぜいあがくといい。なんだよ、勝手にいろいろ言っておいて勝手に言っちゃったぞ。ごめん、私何か間違ったことを言っちゃったかな。ありがとう。やっぱり占星術は使わないでシティで運試ししてみるよ。実は私、観察が得意なの。運が良ければあの特別な蝶々を見つけられるかも。早くシティに行こう。瀬野様が迅速飛鳥を見つけたらしい。本当か？どこだ？蝶は高いところを飛んでいて、瀬野様が今追いかけてるところみたいだ。今すぐ行こう。さすが瀬野先輩。あなたたちも見に行った方がいいんじゃない？瀬野先輩が蝶々を捕まえる瞬間はきっと後で私もシティに行って探すから、またその時に会おう。うん、じゃあ先に瀬野のところに行ってから他の奴らを見に行こうぜ。私もそろそろ行こうかな。覚えたわよ。はい、坂。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。